いて進塁打、右方向に打てるか、セカンド先生は構えだけ、オルノとねサードはもうえらい違いますよね。そうですよね、ノーアウトランナーは2塁、ツーワンです。西山のカウント、セカンドランナーの高山をなんとか3塁まで進めたい。空振り三振。この回は8番のサード進藤からの攻撃です。ここまで広島先発の高橋健は打たれたヒットが1本、許したランナーはこの2回にセンター前にヒットを打たれたこの1人だけ。さあこれもだいぶ押し戻されてきますか、西山が取りました。37年ぶりの優勝ですからね。でもね、あの予感はちょっとゲーム差が開きましたけどね、はい、まだまだ分からんですよ何があるか。まだまだ、はい、20試合で 5.5 をひっくり返したカープの歴史もありますからね、はい、7ゲームでしょ、直接対決も残ってますからね。そうですよね、勝利を収めました。大谷監督、ともかく一つ一つを勝っていくだけ。これも右に切れば、今日これが2回目のバッターボックス。第1打席はサードへのゴロを打っています。高橋が2ワンとこの石井を追い込んでいます。これも石と、そして西山のバッテリー、広島バッテリーです。変化球、ショート野村が前進掴んで一塁送球、ロペスがさばいて一塁。4回の表ベイスターズの攻撃。あー、これは横浜のファンの方、おそらくこれは横浜からいらっしゃったのかもしれません。この回のベイスターズは2番の春からの攻撃、これはファウルボール。序盤を終わって辰川さん、今日の高橋健どういうふうにご覧になりますか。非常にねモーションがね、はい、タイミング狂わしてますよね、だからようやくね馴染んできたんじゃないかなという感じがしてね、非常にバランスいいですよこれね、はい、軸足でね1回立って 1,2 とやるんですけどね、はい、前は体が前があるとね、はい、やっぱりいい言いますよね、ここですね、それが非常にいいからですね、はい、相手にバッティングさせてないですね。相当鍛えないといけないでしょうね、だから5回以降ねどうかなという感じでしょうね。あ、疲れが、はい、矢野さん、はい、石原さん、カープ先発の高橋健投手について高畑ピッチングコーチなんですけれどもね、モーションでですねタイミングをうまく相手バッターから外してると、今日はちょっと風がね、バッターに対していいので、不用意な一発に気をつけて完投を目指して頑張ってほしいと、そういうことを言ってました。はい、カープ情報はテレビ新広島の石原アナウンサーですが、そういう、願いが込められてますね、打球はセンター抜けてきました。鈴木が今日これが初めてのヒット、ベースターズに、あの二段モーションできないですからね。ああ、なるほど、やっぱりクイックで投げたりそのままスッと投げないとね、はい、ランナーに走られますのでね、そこでしょうね。強いですからね、はい、後ろにしました。ファーストランナーの鈴木はセカンドで、記録はワイルドピッチです。ワンアウトランナーが2塁です。カウントは同点。フライでワンアウトを取った後、鈴木にセンター前ヒット。ノースリーから西山が大きくアウトコースに構えました。最後は勝負、ファーストストライクでしょうね。
初球、いや初球というよりもファーストストライクですね、はい、打ち上げた打球はライト、やレフト下がります。金本が下がって取りました、アウト。今のは駒田が行って、ツーアウトランナーが一塁二塁。さあバッターボックスには今日第1打席でヒットを打っている川端が右バッターボックスへ。試験はセットポジション、はい、あのここへ来てあのバランスよく投げてますよ、ということは立川さん、やはり相当これファームで下半身鍛えたというふうに見ていいんですかね。どうですかね、まだ判断するには早いですけどね、はい、無得点です。打球は下元、野村がすくい上げたセカンドに送る、セカンドフォースアウト。